コーランの焼却計画に抗議する人々国際クルアーン焼却人はアメリカ人牧師テリー・ジョーンズが2010年に計画し2011年に実行したイスラム教の聖典であるコーランを燃やす政治パフォーマンステリー・ジョーンズテリー・ジョーンズは1951年10月ミズーリ州南東部の町ケープジラードに生まれた現在はフロリダ州ゲインズビルの教会 ダブワールドアウトリーチセンターで牧師を務める。所属宗派は福音派。2011年1月、イギリス政府はテリーに入国禁止処分を下す発表をした。アメリカ同時多発テロ事件9周年に際し、ジョーンズは2010年9月11日にイスラム教の聖典であるクルアーンのコピーを燃やすイベントを計画する。彼はこれを国際クルアーン焼却日と名付けた。 しかし、この計画がメディアで報道されると、世界中のイスラム関係者などから抗議が殺到した。また、アメリカの全米福音派協会も中止するように求め、世界福音同盟もイスラムの隣人たちには、フロリダの人々が9月11日にクルアーンの焼却を計画していることが、残りのすべてのキリスト教徒の考えを代表している。 わけではないことに気づいてほしいという声明を出した。9月9日に放送された ABC のテレビ番組の中でアメリカ合衆国大統領バラク・オバマはこうした計画を破壊的な行動をと表現しイラクやアフガニスタンのアメリカ人兵士を危険にさらす可能性があるアメリカの建国精神に反すると指摘した上で強く批判し計画の中止を訴えた。 ジョーンズは9月10日、ニューヨークのモスクの建設場所が別の場所に移動されるという理由で計画を保留することを発表したが、これが誤りとわかると、直ちに保留を撤回し、計画を続行させると発言した。その後、改めて計画の続行を否定し、中止と今後はクルアーンを燃やさないという宣言をした。しかしその理由は、イスラム教に非常に過激で危険な要素があることの、 証明を達成できたからという。ジョーンズの存在も忘れかけられていた2011年3月21日、自身の教会で突如として、クルアーンを被告とする模擬裁判を改定。ジョーンズは裁判官に紛し、テロを助長し、他の宗教の信者を迫害しているなどとして、人道に対する罪で有罪を宣言した。クルアーンを油に1時間つけた後、派手に燃やし、映像を、 ウェブサイトで公表した。さらには2012年4月28日にも再び、イランで牧師が拘束されていることに抗議するとして、クルアーンのコピー数冊と、ムハンマドの肖像画を焼いた。テリー・ジョーンズ。ありがとうございます。